ゲートってあんなに大きかったっけ？拡大しているわね、間違いなく。50年後の未来と比べればまだ小さいけれど。ここへ来るといろいろなことを思い出すわ。レッドストリングス、多分行ける気がする。そうか、その感覚が俺にもわかるといいんだけど。俺たちもサスでサポートしよう。皆の脳をつなげば超能力の底上げはできるはずだ。それとどんな未知の危険があるかわからないから、できるだけ早く現代に戻ってきた方がいいわ。そのためには確実に若菜さんに会える日時と場所、そこへピンポイントで飛べるといいのだけど。2009年10月4日、六小市の旧海抜群病院。そこ行けば必ずお袋に会える。お袋の命日だよ。俺もあの時病院にいたし、間違いようがない。そうか、その日に六小市が怪異襲撃を受けて、病院は今の周防新館に移転したんだったね。分かったわ。うまくできるかわからないけど、その日と場所を強くイメージしましょう。確認だが、僕たち全員で行くのか？10人の集団だと病院ではそこそこ目立つぞ。そのことなのですが、僕の瞬間移動と同じように人数が多いほど脳への負荷が高いのではないでしょうか？それじゃあ一緒に行く人を絞る？重ね、酷なことを言うようですが、僕は重ね一人で飛ぶのが最も低リスクだと考えます。ルカ、どちらにしろレッドストリングス能力者以外は一定時間で引き戻されてしまうのでしょう。僕たちが同行することはいたずらにユイトと重ねの負担を増すことになるだけではないでしょうか？それなら俺も一緒に行く。重ね一人だけで行かせるのは。いや、私もルカと同意見だ。別の懸念からだがね。推測でしかないが、ユイトと幼いユイト、同一人物が出会ってしまった場合、何が起きるのかわからない。仮定の話ではあるが、今回の挑戦の中で明確に避けられるリスクだと私は考えている。けど会わないようにすれば。いや、絶対とは言えないのか。でも重ね一人っていうのは。私は一人じゃないわ。みんながサスでサポートしてくれるんでしょう。それに同じ力を持つあなたがここに残ってくれれば、私がこの時代へ戻ってくる目印になってくれる。そんな気がするの。俺は東大ってことか。分かった。でも無理はしないでくれよ。ええ、約束するわ。ねえユイト、手を出して。あなたのレッドストリングスも貸してほしいの。もちろん、それぐらいはさせてもらうさ。あの時の再現なら俺の力もあった方がいいはずだ。それじゃあ始めよう。イメージしましょう。11年前の海抜群病院へ、ママに会いに。
この揺れ、船のゲートが反応してるんだわ。頼む。ママのところへ。ここで待ってるからな。ここは前と同じ。ママがいる場所。大丈夫、できる。強くイメージして。旧海抜群病院、11年前。これだわ。ここは病院よね。診察案内。今日は2009年10月4日。思った通りに跳躍できたみたいね。レッドストリングスの感覚、なんとなく掴んだわ。そう何度も使えそうにはないけれど、ママを探しに行きましょう。あなたは重ねなのね。あ、私は。え？ある日にね、届いたの。未来の記憶が。渡月にやってきたあなたの姿がそこにはあったから。レイブは賭けに勝ったと言っていいのかしら。レッドストリングスの可能性を証明したのね。ママ、一体どういうこと？レイブの中枢には過去のレッドストリングス能力者の脳がつながれているの。みんな重ねほどの力はなかったけれど、レイブはその脳を使って擬似的なレッドストリングスを起こした。そしてデータを時を超えて転送したのよ。過去のレッドストリングス保持者にね。転送？じゃあ消去されたわけじゃなかったのね。でもどうしてそれを？レイブの中にある私の脳と引き合ったのね。レイブのデータは私の頭の中に転送されたのよ。そんなことが。レイブは計画がついえないよう賭けに出たのよ。とにかく膨大な量のデータが
私の中に流れ込んできたわ。頭が割れるように痛んで気を失って、目覚めた時にもたらされた情報に気づいて愕然としたの。これでもさすがに全ての情報を転送したのではないんでしょうけれど、だからあなたが元気でいることは知っていたけれど、今は懐かしんでいる場合ではないわね。時間がないんでしょ。ありがとうママ。クナドゲートのこと何か知っているなら教えてほしいの。クナドゲートを消すには本当にユイトが死ぬしか方法はないの。ええ、そうよ。ユイトが生きている限り世界はクナドゲートによって滅びてしまう。そんな。だからこそ私はそうならないように準備をしてきたの。挑戦するならレッドストリングスが発言している今しかない。私を重ねの時代へ連れて行って。わかった。理由はわからないけどそうすればいいのね。待って、その前にユイトを見つけないと。見つけるってかくれんぼの途中なの。大丈夫、すぐそこに隠れてるから。ようやく完成したのよ、ユイトを記憶障害から守るための装置が。それってユイトが今もつけているイヤーカフ。もともとは海抜群病院が作った特別な患者を管理するためのタグなんだけど、こっちは特注品なの。これをユイトが今つけているものと交換すればあの子は大丈夫。その後で未来へ行きましょう。だったらすぐにユイトを捕まえて。え？あ、ユイト、待ちなさい。怪異警報始まったのね。ママ、ママの安全は私が守るから、一緒にユイトを追いましょう。怪異がいつやってくるかわからない。早くユイトを見つけないと危険だわ。ユイト、どこなの？ユイト！ママ危ない！急ごう。ええ、ユイト！よかった、間に合って。ユイト、説明してる時間がないの。これをつけさせて。ママ、若菜さん、あなたのお母さんからお願いされたの。いいよ。あなたは生きるのよ。大丈夫ですか？
怪我をされた方は？この子を安全なところに、ジョー・スメラギのご子息です。わかりました。さあ、こっちへ。ちゃんとユイトにつけてあげたわ。ありがとう。まだ人の目があるわね。こっちへ。それじゃ、ええ、お願いするわ。大丈夫、できるはず。ユイトをイメージして帰るのよ、私の時代へ。連れて行って、あなたたちの時代に。ベイブの見せたビジョンと同じ。ということは、お母さん、なぜだ。おい、カサネ、一体どういう。ママ、話は後で。おそらく脳にかなりの負担がかかっているわ。どこかで休んでもらいましょう。ですが、そうこうしているうちに元の時代へ引き戻されてしまうのではないですか。それは大丈夫よ。私も弱いけれどレッドストリングス能力者だから。とにかく急いでアジトに戻ろう。バカナさんは少し眠れば大丈夫そうよ。脳に異常はないし、一時的な疲労の症状みたいね。そう、大事じゃなくてよかったわ。お袋はこの時代にとどまれるって言ってたし、しばらくは休んでもらおう。バカナさんがベイブの研究データを知識として持っているということなら、少し巧妙が見えるな。そういえば、ベイブの中で出た話で少し気になることがあるのだけど。あそこでは怪異が意図的に作り出されていたけど、ニューヒム科の怪異化技術も同じようなものなの。おそらくな。ナオミちゃんが撃たれた銃弾が特殊で、中に重粒子が込められていた可能性が高い。ニューヒム科がどこまで重粒子について掴んでいたかは俺も探りきれなかったが。しかし、重粒子を銃弾化できるような技術があるなら、断絶の帯をどうにかすることもできそうなものだがな。トゲツもニューヒム化もできていないということは、制御が困難なのでしょう。粒子量が関係あるのかも。なあ、断絶の帯って重粒子でできてるんだよな。じゃあ空から降ってくる怪異も元は何かの生物なのか。鳥じゃないよね。断絶の帯があるのは成層圏あたりって習ったし。でも他に生き物って。断絶の帯の外、宇宙からやってきていると考えるのが妥当だろうね。例えば月から。ほぼ正解。断絶の帯の外側にある月のステーションから生物の遺伝情報が透過されているってことらしいわ。怪異の効果自体も月の差し金ということか。俺たちがいくら討伐しても怪異は無限に生まれるわけか。ひどい。地球に住む人たちを何だと思ってるの。許せない。だよな。けどまあ、月の人間も怪異化から逃れるのに必死だったんだろうよ。だから許せってわけじゃねえが。
月の科学技術なら何らかの対抗手段もあったんだろうが、増えすぎた人類すべてを救うのは土台無理な話だ。ポープ博士の記憶にも残っているわ、怪異の脅威に怯える人々の姿が。さて、若菜さんに話を聞くにもしばらくは待機だな。サボ、もとい休息時間ってことで問題ないね。いいよ、言い直さなくても。堂々とサボってくれ。この先の話はお袋の目が覚めてからにしよう。月の人たちのしたことは許せない。でも月でも怪異化が人々を苦しめているのだとしたら、重ねは若菜さんと暮らしていた頃のことを思い出しつつあるのかな。いいえ、残念だけど。でもママと過ごした日々に感じていた優しく温かな気持ちは思い出せたわ。それはママに会えたおかげよね。こんな形でだけど再会できてよかった。
重ね、あ、少し話せるか。頼みがあるのだが。ええ、何？お前には酷なことかもしれないが、ナオミが亡くなった場所を俺に教えてくれないか。ナオミのことを他のやつから聞かせてもらった。あいつが行った場所をこの目で確かめておきたい。もちろんお前が辛ければ無理にとは言わない。分かったわ。場所は水波川よ。一緒に行きましょう。いいのか？ええ、私も玄馬には見ておいてもらった方がいいと思うから。すまない。では頼む。この辺りよ。お姉ちゃんが死んでしまったのは、ここで渡月の兵と戦っていた時、怪異にされた他の人たちと一緒に逃げ場を失った私たちを助けてくれたの。命を懸けて。お前には辛いことだっただろうな。そうね。今でもこの場所を見ると胸が苦しい。でもあの時お姉ちゃんが言っていたの、生きてこられてよかったって、最後に人間らしく生きられたって。お姉ちゃんはずっと苦しんでいたけど、その先に生きる意味を見つけられた。だから私も立ち止まらないわ。これから何があっても生き抜いてみせる。そうか、精一杯生きたんだな。ゲンマ、もしかして泣いているの？ん？ああ、そのようだ。すまん。まさかお姉ちゃんの後を追って死にたいなんて言うわけじゃないわよね。大丈夫だ、そんなつもりはない。俺はもう自分の命を無駄にしないと決めた。そんなことをすればナオミも嫌がるだろうしな。そう、安心したわ。どうしてこの場所に来ようと思ったの？自分の気持ちを確認したかった。これから残された人生で何を成したいのか。俺はもう誰もナオミのような目に遭わせたくはない。だがこの国の歪みはあまりにも大きい。力のために罪もないものを利用して使い捨てる。スオウもセイランも何も変わりはしない。そうね。お姉ちゃんみたいに苦しんでいる人は今もこの国のどこかにいるんでしょうね。相手の大きさに二の足を踏んでいたが、ここでナオミの最後を知って俺もようやく進むべき道が定まった。政府のしてきたことが表沙汰になった今、この国の体制も徐々に変わろうとしている。俺もこれから新しい体制作りに協力していきたいと思う。今までの歪みを一掃できるようにな。
それが俺にできるナオミへのせめてもの弔いだ。目標が見つかってよかったわ。お姉ちゃんも喜ぶと思う。退役しても暇になることはなさそうね。そうだな。実は退役のことでもう一つ考えている。少々うぬぼれが過ぎるかもしれんが、もし海抜軍の退役兵である俺が長生きして社会的な役割を果たすことができれば、超能力者の老化現象への適応のモデルケースとして皇族の見本になれるだろうとな。さすがだわ。経験を積んできただけあって、いろいろと現実的に考えているのね。いや、俺一人で思いついたわけではない。カサネと話していて思いついたことだ。そうなの？ああ、この間料理の味見をしてもらっただろう。おかげで戦い以外での自分にも少し自信が持てた。超能力を失っても新しく挑戦していけることはいくらでもあるんだとな。退役後が不安になることもあったが、今は退役が楽しみにさえ感じる。変われば変わるものだな。確かに最初にお姉ちゃんの手紙をもらった時と比べて随分明るい表情になったわ。お姉ちゃんのいなくなった世界でこれからも新しい人生が続いていくのね。私も玄馬も、せっかくだから私も何か新しいことを始めてみようかしら。おお、それなら重ねも一緒に料理をしてみるか。なかなか奥が深いものだぞ。そうね、考えてみるわ。お前は戦闘での動きに無駄がないな。戦闘経験も少ないのに大したものだ。ただ迷いがないのはいいが、あまり行き急ぐなよ。時には立ち止まって考えることも必要だ。ええ、そうね。忠告ありがとう。覚えておくようにするわ。いかんな、どうにも説教じみたことを言ってしまって。これも年のせいか。知れば知るほど大したやつだな、お前は。急にどうしたの、玄馬？私からすればあなたの方がすごいと思うけれど。嵐、ちょっといい？このプログラムだけど、アップデート後に。珍しく熱心ね。新しいプログラムでも作成しているのかしら。あ、重ね！これゲーム画面じゃない。仕事じゃなくて遊んでいたの？見つかったか。とはいえいつものことだろ。今さらそう目くじらを立てることもあるまい。なんでそこまでサボりたがるのよ。単なるサボりではない。無駄な仕事で体力や精神力を消耗しないようにするための防衛手段なんだよ。防衛手段？それって結局は。嵐、ちょっといい？なんだ、遥かまで私のサボりを攻めに来たのか。冗談言ってる場合じゃないわ。吹雪連隊長がピンチかもしれない。何があった？数時間前から連絡が取れないらしいの。位置情報も消失してるって。海抜軍内でも情報が錯綜しているから収集がつかなくて、変な憶測ばかり飛び交ってるのよ。だったら私たちで捜索に出ましょう。いや、その必要はないよ。どうして？どうせ涼しい顔でフラッと帰ってくるに決まっている。
探しに行くだけ損だ。たった一人の弟を助けに行くのが得とか損とかの問題なの？無駄な労力は使うべきじゃないと言っているんだよ。いいわ、だったら言い方を変えましょうか。一時無駄な労力を使うのと、失って一生後悔するのと、どっちが本当に得だと思う？失う？そうか、重ね、君はなるほど、一理あるかもしれないな。遥か、最後に吹雪が確認された位置情報を送ってくれ。ええ、ちょっと待ってて。はい、送ったわ。ただ、時間が経ってるから捜索範囲を。あ、嵐？まさか一人で行っちゃった？遥か、嵐の居場所、GPS で追える？今やってるけど、あちこちから嵐の位置情報が飛んできて現在地を捉えきれない。超高速のせいね。下手に動くより嵐の移動がある程度落ち着くまで様子を見ましょう。あ、嵐が止まったわ。場所は嵐だ。瓦礫で道が塞がっていて進めない。こいつをどうにかするには重ねの超能力が必要だ。座標を送るから応援を頼むよ。それじゃよろしく。勝手なんだから。指定された場所へ向かうわ。座標は配置化軌道のあたりね。嵐、今配置化軌道内を移動中よ。そちらに向かってるわ。了解。できれば急いでくれ。こちらは現地の調査を進めておくよ。では後ほど。あ、ちょっと嵐、自分が言いたいことだけ。マジですね。え、それ重ねが言っちゃう？やったわ。お願いゲイト、行ってくるわ。敵は電気で攻撃してきてるわね。当てると大変よ。ビリビリして動けなくなるから。周りの敵、無駄よ。終わりだ。敵を全滅させるしかないわね。頑張って。敵が珍しいものを落としていったわね。
ルガ、力を貸して。今の場所は狙いどころみたい。借りるわ、シネ。力を貸して。よし。もうすぐ指定された座標の位置よ。了解。そういえば、カサネが出発する前に町中で突風が起きてるって報告が入っていたの。突風？ええ、被害は全くないんだけど気味が悪いって。一応そっちでも警戒しておいて。多分突風はもう起こらないと思う。それきっと嵐だったんじゃない？四方八方走り回って吹雪連隊長の痕跡を探していたんでしょうね。放っておけなんて言ってたくせに、すごく心配していたんじゃない？どこか隙間でもあればそこからどうにか。いた、嵐。カサネ、待ちわびくたびれたぞ。待ちわびるだけにしてほしかったわね。まあ言いたいことはたくさんあるけれど、まずはこれをどうにかしないとね。ああ、頼む。さあ、これで進めるわよ。吹雪連隊長はこの先にいるの？おそらくな。ここで大きな戦闘があったらしいんだ。瓦礫も崩れたばかりのようだから、きっと。しつこいわね。次から次へと。何だろうと構うか。引き下がるつもりはない。あとは任せてよ。お願いユイト。逃げ場はないわ。やったわ。全力で。はっ、体勢を崩したら一気に決めるわよ。急いで片付けよう、カサネ。この辺りは特に崩れやすいようだから危険だ。了解。いける。済みに。急に崩れることもあるかもしれないが、嵐も気をつけて。もしこの奥がさらに崩れているなら、吹雪も身動きが取れないだろうか。やっぱり心配なのね。嵐のために急がないと。ガガキも終わりよ。常人のスピードじゃあの怪異には耐え。また瓦礫か。任せて。吹雪。姉さん、姉さん、どうしてここに？それはこちらのセリフだ。一体何があった？この付近の調査中に突発的な断絶の帯の効果で通信障害が起きたんだ。それで連絡が取れなくて、しかも大量に発生した怪異に道を崩されて戻れなくなっていたんだ。なんだ、やっぱりわざわざ私が来ることもなかったじゃないか。まったく。いや、それでも助かったことに変わりはないよ。カサネ、ありがとう。おかげで助かった。姉さんにも手間を取らせたね。ああ、本当に手間だった。おかげでクタクタだ。心配させてごめん。そういえば、姉さんに助けられるのは二度目だね。うん。もしかして前にもこんなことがあったんですか？ああ、子供の頃僕が海抜軍にスカウトを受けた時のことだよ。姉さんは僕を連れて行かせまいとして超能力で大暴れして妨害したんだ。妨害って？スカウトは強制よ。そんなことをしたって無駄なのに。どうして？海抜軍に入れば死は隣り合わせだ。理不尽なことでも飲み込まなければならない時もある。私なら耐えられるが、
吹雪のような真面目な奴には適性がないことはよく分かっていたからね。適性のない奴は無駄死にする可能性が高い。だったら最初から入隊しなければいいと思ったんだよ。だが結局は何の変化も起こせなかった。子供のダダだよ。あれは人生で一番無駄な行為だった。結局弟はこの通り海抜群入り。しかも水が合っていたのか無理をしているのか連隊長にまで上り詰めた。私の方は無様に負傷するわ、上層部に目をつけられて広報なんかをやらされてるわ、踏んだり蹴ったりだ。負傷？怪我をしたってことよね。ああ、バカなことをしたよ。超高速でやたらと暴れてね。ぶつかった時の衝撃が強すぎて手足が吹っ飛んだ。手足って？大丈夫、綺麗に治療はしてもらったから傷跡は目立たないよ。だがさっき重ねが言った通り、無駄な行動を取った結果得るものは何もなかったのさ。今日と同じだ。僕にとってはどちらも無駄じゃなかったよ。吹雪？姉さんは命を懸けて守ってくれた。小さな体で必死に僕を背にかばって、その姿を見ていたから自分も誰かのために命を懸けられる人間になりたいと思えたんだ。それに姉さんが治療している間に手紙を書く楽しさも知ったしね。手紙？なんだそれは。忘れたの？手のリハビリの一環で僕に手紙を書いてくれただろ。だから僕も手紙を書くようになったんだ。今じゃ趣味みたいなものさ。そうだったかな。おかげで手紙を書くのはいい息抜きになってるよ。それにもう一つ、僕のために必死になってくれた姉さんを思い出して自分を奮い立たせることもできる。だからね、無駄じゃないんだよ姉さん。ねえ、今日のこと本当に無駄だったと思う？ああ、無駄だね。そう。やっぱり私は無駄が嫌いだ。でも無駄がイコール悪というわけじゃない。ま、たまにはこういうのも悪くはないよ。私の流儀に反していて気恥ずかしいけれどね。私も長いこと海抜群に身を置いてきたが、重ねみたいにできる新人は珍しいね。仕事を押し付けやすい新人ってことでしょ。私だって誰にでも仕事を押し付けるわけじゃない。こなす能力があると思える相手だからこそさ。それに重ねは仕事だけじゃなく個人的にも信頼できる相手だからね。というわけでこれからも存分に私の手足となって働いてくれたまえよ。面白いな、カサネ。君の良さをたくさん見つけつつあるよ。私が面白い？でも誰かを知るって悪くないわね。